きます。なるほど。わからないですよ。わからないですけど、最近の傾向はそうだなと思います。あら、軽いて。さあ、これは白を仕掛けるとかなりスピード感がありそうでした。白鳥の手です。あ、東条もいいですね。東条もこれ素直にピンフのリーチに行けそうな手になっています。まあ、行きますね。となると堀に時間は残されているか。これだから両面形作りでパッパッパッと行かないとね、堀も。うん、ペンチーソー入った太郎、7、8、9、3色が見えます。お、なんじゃないんだ。うん、リャンピン。あ、一色ですか、ピンズの。なるほど。もういつまで行けば打点高くなりますね。見てますね。いいんじゃないですか。うん、最後裸短期で4回泣くってことですかそうそうそう、4回泣けますからね。パーピンからでも仕掛けていくと思うんでね。仕掛け出し注目ですね。さあ、白鳥の本質が実るか。わあ、登場もさらにメンツできて、ね、これは素直なピンフになりそう。いいシャンテンです。今度は裏ドラ乗せたいですね、登場はね。ここまでね、2回リーチ成功させてますけれども、2600点と1300点、いずれも裏ドラは乗りませんでした。いつもの登場ならね、2つのうち1つは乗ってくるんですけどね。リーチつもピンフ裏市裏裏とかね、裏裏リーチ一発もピンフ裏裏、そう、そういうタイプですから怖い怖いね、本当に打撃力もありますよね。そうですね、は、はい、あと何だろう、攻めっぷりがいいですよね。攻めっぷりが、うん、思い切った攻め、うん、そうそうそう、先ほどの初旬のシャンポンの時もちょっと気が弱いと回っちゃうんですけどね、酸素切らないでリーチってちゃんと言いますから、うん、見事に上がりきりました。あれ、チュンどこ行ったの。太郎に1枚か。1枚ですね。1枚では少々使いようがない。おー、追いついてきた、追いついてきた。いいシャンテン。おお、堀も来たぞ。そしてドラのチューンは山に3枚残ってます。目いっぱい。はい、7、8、9、3色目指していく。あ、全然ピンズ来ないですね。これはもう染めないですね。あ、もうそういった頃合いになってくるんですか。もう染めないですね。イースソーでいきますね。まあ2000点で OK と。うん、白鳥はトップ目です。ただまだ点差はついていない。あ、重なりました。ドラ本当に来たよ。これで太郎テンションアップか。もう3色にはこだわらない。パーピンあんこになりました。白鳥も前進。ただ登場はリャンウーソウーパーピンのイーシャンテンです。オリもね、これいいですよ。フリテンですけど、急走2巡目に切っていますが、伸ばして伸ばして想像伸ばしてあんこになった。ちょっとちょっと、本当に言ってた通りになったじゃない。2巡連続で土田さん、素晴らしいね。素晴らしい引きで太郎イーシャンテンです。さらに白鳥もイース走が埋まってのイーシャンテンです。チュンがありますよって言ってたら本当に3枚になっちゃった、ね。でもこんなにすぐ持ってくるなんて。だけどこれリーチいかないですからね。太郎ですか。ああ、フリテン引いた。はい、親の堀のリーチ、サブローピン待ち。ここ数分で一気に状況変わりました。まずは堀のリーチが入る。しかし太郎はもうこれ全力勝負ですよね。もう引けないですよ。ここの2巡でドラ2枚引いてきた。引けないんで7万からいってローソ2枚出て小さからいく、まあ7万からいくんだろうな。だけどここ数戦の、はい、振り込みっぷりっていうのもちょっと思い出しちゃうとね、え、踏ん切りがね、どっちにしよう、 どっちか切るんですけどね、うん、小さう。さあ、追いかけられる人は現れるのか。ちなみに堀のサブローピンものすごくたくさん残ってます。これ、あ、追いついた。思い切りよくいけるか。あ、やリーチですよ。あ、闇だ。そしてハグをポンした白鳥、また場が大きく動いて、これ2人でサブローピン待ちです。ああ、どっちもあるんだね。で、3ピン3枚とローピン2枚が今に残ってます。ああ、1万が安全牌だからか。なるほど、それでリッチ行かなきゃ。降りやすいんで、いいピン2ピンも安全牌なんで。あ、なるほどね。じゃあここでイーマンイーマンになってもおかしくないってことですか。全然おかしくないですね。押すか回るか。そうですね。そう、あ、それでいかなかったんだ。なるほど。
この時のための闇天でした。これだけど白鳥に引き負けしたら堀ショックだね。ですね。あ、ローピン1枚ここに来た。ちょっと待てよ。これはウッパーワンとウッパーピンの選択なんだけど、ウッパーワンのがよく見えますね。街は太郎はドラさんです。手を組むことは間違いないか。C ピン押すか7万押すかでもう明暗が分かりますね。これ C ピン押せばセーフ、7万押したローピンは出そうです。そう、そう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 。おー、チビ押した。ベラベルゼウスの選択、ね、ローピン出ない。ちなみに太郎がローピンを切っていると白鳥の頭羽でした。 M リーグルールダブロンはありません。なるほど、これはいい選択したかも。いや太郎、宝珠のピンチをまず回避。この後上がりまで持っていけるか。ただサブローピンはまだまだ山に残ってます。あ、押しづらいけどどうする。いった、いった。ここもやる気だ。白鳥は打点があまりないんですよね。白赤だけですよね。だからね、今シーズンの白鳥はこういうところでいけるようになりましたよね。うーん、ええ、そこがまた進化したんですね。あー、チーテンだ。入った。太郎は当然の6万切りからのイースーマン待ちです。サブローピンが、ね、また減ったんですね。東条が持ってきています。おー、いってるいってるいってる。気持ちいいね。気持ちいい。全員がファイトしています。これで2ピン1ピンで回れるかな。単品そうです、ね、高くなって帰ってきちゃうじゃないですか。登場の手も冗談じゃないよね。もう堀にしたら本当ですよ。サブロッピンの堀、みんな何してくれんのって。みんな元気良すぎませんか。僕親のリーチですよっていうことですよね。これそう、これは見事だね。皆さん見事、名曲になりそうです。ここ積もるか、いるのか。まだサブローピンいますよ。イースーマンは、イースーマンがですね、イースーマンいるでしょうか。イースーマンが1万1枚と4万2枚かな。これは無理でしょう。これはリアンソーイーソーで、もう一回パンチが効きすぎている赤ウソ。ちょっとこれは無理でしょうね。無理かな。ここまでは強かった。ペーカー強く押してきた。ペーカー仕方ないね。いつだって降りるチャンスはあった。こんな赤ウソ切ったら異常ですよ。でもちょっと切りそうな空気。あ、びっくりした。切るかと思った。ここでペを切って回ります。イスはあるじゃん。イスも3枚残ってます。あ、セーブあった。ドランコの太郎の上がり、チュンドラさん8000点堀からの上がりとなりました。これは太郎うまかったね。お見事でした。チーピン切りから上がりまで持っていった。あのチーピン切りね。